はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、先ほど、南海部品の方に行ってきまして、あるものを買ってきました。それが、なんと、こちら。でらーん。光っちゃってるから見えないから大丈夫かな。はい。デュアル USB チャージャー with ボルトメーター。まあ、要はあれですね。見てわかる通りですね。なんつうの、電圧系とあと USB、 これタイプ A なんだよね。タイプ A なんだけど、まあ USB の電源、まあバイクから電源取りますよってことです。はい、今回はこれをつけていきたいと思うんですが、これが1800円ぐらい安かったです。これデイトナとかさ、他のものは4,000〜5,000円、高いものでは6,000円くらいするのもあったのかな。でもこれが一際目立って安かった、1,780円。とりあえずつけていきたいと思います。それではね、まず内容物から見ていきましょう。はい、というわけで早速中身の方見ていきましょう。こんな感じです。値段の方が税込みの1,789円、安くない？デイトナのやつはね、確か4,500〜5,600円したと思うんだけど、まあ向こうのがスタイリッシュっちゃスタイリッシュだったけど、これを買ってみました。はい、USB ポート2口、電圧計でバッテリーの状態を確認。これがね、ちゃんと機能してるかどうか取り付けた後にテスターでちょっと見てみたいと思います。それから防滴防塵安定電力簡単取り付け急速充電というふうになっております。使用上の注意などもね、いろいろ書いてありますので、こちらの方もね、ちゃんと読みながらやっていきたいと思います。取り付け方法もこれに出ております。ただね、ここ使用上の注意、本品は 12V 専用です。最大電力を超えると火災故障の原因になります。使用していない時は必ずキャップを閉めてください。本製品の簡易防水仕様です。水が侵入すると製品および車両充電器類の故障の原因となりますって怖いこと書いてある雨の日ちょっとやばいよねって思っちゃう。接続器の保証もいたしかねます。接続器の保証はいたしかねます。だから壊れても保証します。接続してる、例えばスマホが壊れても保証しませんよっていうことです。ちょっと怖い。じゃあ内容物開けていきましょう。いや、あ、ほいほい、おーい、はい、出てきました。こんな感じ。こっち後ろにしとく。こっちもね、こういう風に。まずはこれ、これあれだ、くっつけるやつだね。くっつけるやつだ。ハンドルバー、なんつうの、バーに固定するジグです。はい、こちらで、これが本体ですね。こんな形になっています。これ、ここパカって開けると USB-A ですね。これさ、 USB もさ、どうなん、もういい加減共通にしてほしいんだよね。 A だのさ、 C だのさ、ちょっとちっちゃいマイクロ USB だとかあるけど、共通にしてほしい。なんかそう思わない？でもこれは安いのかな、こっちの。よくわかんないけど、USB-A です。 A が2つ、そしてここがちょっと黒くて見づらいかもしれないけど、ここが電圧計の表示になって表示するそうです。でこれが、はい、バッテリーにつなげる端子、プラスとマイナスで、これコードがだいたい 1.3 メートルって書いてあったかな、ケーブルの長さ。これカメラに映んないけど、だいたいここからビロリ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 、一応ね、ほら、ヒューズがついてるみたい。で、あと入ってんのが、まあこれを、これ固定するやつだよね。ハンドルバーっつんだっけ？ああいうやつね。固定するやつ。それと、これこうなってんな、これ。ここがちょっとやっぱり、これがちょっとこういうところだよね。防滴だけど防水じゃないっていう意味がなんとなくわかる。これもこのスイッチ。このスイッチ、見える？このスイッチ、この方が見える。ここにスイッチがあるんだよ。これスイッチがあるんだわ。ボケちゃってるかな。これスイッチがあるの。ね、こういうとこだよね。
防滴だけど防水じゃないっていうのは。で、おそらく抜直でつけるから、このスイッチあるじゃない、このスイッチ使わないときはオフにしといた方がいいんだよね、絶対。だってオンにしといたら常に電源が通ってる、電気が通ってるわけだから、もしかするとバッテリーが上がっちゃうかもしれない。で、冬場とか長い期間乗らないときはやっぱりこちらの接続自体も外しておいた方がいいのかもしれないね。排気電流でもしかしたら流れて少しは消費するかもしれないということをあるかもしれないので、皆さん覚えておいてください。特にね、ほら取説が入ってないのよ。取説が入ってない、まあこれが取説なのかな。それにしてもちょっとおかしいよね、これおかしいよねっていうか、うん、まあしょうがないのかな。ちょっとこれダセーな、これ水入っちゃうよな、気をつけねえと、気をつけないと水入っちゃうよな。どうしよう、取り付け方法とか動画に上げてもさ、結局抜直でつけるだけだから、まあまあ時間の無駄遣いというか、あまり見てもしょうがないと思うので、いきなりこの後はバイクに装着の動画から始まります。それではレッツゴー。はい、それではですね、取り付けてみたので早速こちら電源入れてみます。後ろの電源スイッチオン、見える？ 12.2 という数字が見えるかなと思います。ちょっと見づらいのかな、どうなんだろう。今ね、目で見る限りではね、よく見えてます、赤い数字で。はい、それではバイクのエンジンオンにしてみると 11.9、 11.8 とかになりました。で、エンジンかけてみます。はい、このようにですね、アクセルを上げて回転数を回すと14ボルトとか上がります。問題なく動作しているのではないかと思います。それではですね、続いてスマートフォンですね、充電できるかどうか確認してみます。はい、じゃあ続いてですね、スマートフォンの方充電してみたいと思います。こちらの USB を挿しますね。挿すとこっちの画面がどうなるか見ててください。ひょいっと、はい、充電がうまくできておるようです。ということは、あの動作的には問題なく動いていると思います。成功と言っていいのじゃないでしょうか。あとはこれがどのくらい持つかどうかですね。あと大事なのがこっち裏側、これちょっと逆光になっちゃってる、大丈夫？このスイッチのね、切り忘れ、これ絶対切り忘れるとバッテリーが上がっちゃうと思うので、もしこの商品買った方はここのスイッチだけは絶対忘れないようにした方がいいと思います。はい、というわけでこちら取り付けてまいりました。だいたい VMAX 1200に取り付ける時間がですね、30分ぐらいだったかな、ちょっとシート外すのに戸惑ったぐらいで、あとは簡単に取り回しができました。あと気になったのが、配線の長さがちょっとギリギリだったかなっていうところがありますので、もしね、取り付け考えてる方はバッテリーから取り付けるまでの経路の距離を確認してからやった方がいいと思います。それでは今回の動画はこの辺で、また次回の動画で会いましょう。